今週は本当はゲスト会だったんですが、ちょっと体調が悪すぎてですね、最近。編集がちっとも進まなかったので、誠に勝手ながらね、しかも自分的にも本意ではないんですけど、一周ゲストの会を見送りにして、来週にね、させていただきたくて、今週はチャコラジにしたいと思います。っていうかね、見送ろうかなっていう判断をするときに気づいたんですが、今週の、火曜日ですね、3月1日にちょうどサブチャンネルを開設したので、ちょうどその関係の動画がパパッと出てる予定なので、ごちゃごちゃしすぎちゃうかなと思ったので、まあもう今週は、ちょっとサブチャンの方をわーっと流していく。風でいいかなと思ったので まあ結果オーライかっていう風でしてます。なんかね、ほんと最近ね、片頭痛がすごすぎて、この間バイトでめっちゃホールで動き回ってる、途中でなんか、ジンジンズキンズキンしてきて、こめかみらへんが、うわ、これやばいやつだと思って、なんか、風邪とかの引き始めとか、あとあまりにも寒いとかで、よく片頭痛になったりはするんですが、その日は別に、そこまで寒くもないし、全然熱もなかったんで何だったのかよくわからないんですけど、そういうなんか頭痛が結構頻繁にあって、で、頭痛い時って、編集の時の、なんていうんですか、こう画面とかをずっと見てると、目に負担がかかるのか、で、その負担がそのまま頭痛にダイレクトに行く感じがして、もうちっとも作業が進まないんですよね。今30分座ってたけど、これ何してた？何も進んでねえけど、もうやめようやめようみたいな感じになっちゃって。っていうので、ほんと編集が進まなくてね、難航してました。いや、確実にね、教員時代よりも虚弱体質になってるなっていうのは日々感じますね。単純な老化とかそういうのでは、それを上回るぐらい、ものすごくなんかね、体力なのかな？なんか人間力なのか。わかんないですけど、明らかに弱くなってるな、自分っていうのがあるんですよ。年取ってもバリバリ元気な先生っていくらでもいるじゃないですか。だから、ただ年のせいなんて全くそんな言い訳はしたくなくて、単純になんか、甘えなんだろうな、これはって思うんですけど、もっとしんどかったし、教員時代の方が、明らかにね。なのに、結局、3年間働いてた中で1日も、なんか病欠とかしたことはなかったので、なのになんかその頭痛くてもう本当に割れそうなぐらい痛くっても、教員の時はもう薬飲んで薬効かなくてもごまかして行ってたので、今そんな気概は全然あの頃に比べたらなくなっちゃってるなっていうのがあって、そこがちょっと弱いのかなって。まあでもあれですかね、教員時代の方がちょっと頭おかしかったのはありますよね。だって、なんかどんな事態になっても絶対休めないっていうあれがあったので、もう強迫観念のような、休んではならないという精神に追い込まれてた方が、まあ、おかしかったのかもしれないんですけどね。まあそんなこんなで、まあ、ちょっと体調はよろしくなかったんですが、今のところ今撮ってる収録日時点では割と元気なので、まあこんな風に喋っておりますが、その今週はサブチャンネルを開設した週ではあるので、その話をちょろっとしてみようかなと思います。で、今ですね、そのサブチャンネル開設してから、ほんの数日経った、日に収録してるんですけど、今これをね。で、アップロードするときに、っていうかね、3月1日にこのサブチャンネルを開設するっていうの自体は決めてたんですけど、忘れてて、マジで。2月って28日までしかないじゃないですか。で、2月が28日までだっていうことすら忘れてて、ああ、31日ぐらいまでだよな、月末って。あと3日ぐらいあるから大丈夫だなーって思ってたら、明日3月1日か、やばーと思って、明日お知らせの日やんけーとか思って。で、YouTube って、なんか、チャンネルをね、開設した日が、なんか概要に出るんですよ、チャンネルの概要に。何月何日に作りましたっていうのが出るんですけど、それをちゃんと、3月1日にしたかったので、ぴったり3月1日の日のうちに、YouTube のチャンネルを、メールアドレス登録してっていうところから始めて、本当に登録するんですね。で、それを、その日の午前中に
パチパチやってて、で、そこから動画のアップロードが始まるんで、めちゃくちゃ時間かかって。で、昼過ぎぐらいに、ポッドキャストとか、スポティファイの方にも、ラジオの音源を落とすことができて、で、まあ、概要欄とかも全部仕上げて、全部完成したのが、まあ、2時前ぐらいだったかなと思うんですけど、あ、そうそうそう、そんでね。で、その、サブチャンネルに動画が、もう3月1日の時点で2本落としてあるんですけど、で、それっていうのはもう2月の10日ぐらいだったかな、中旬ぐらいにもう収録してあったので、自分的にはちょっと何喋ってたか、あんまり内容がそこまで明確に覚えてなくて、まあ、概要欄書くときにタイムスタンプね、何分何秒何々って書かなきゃいけないので、それを、書くために全部聞き返したんですよ。2倍速ぐらいで、わーって聞き返したんですけど、びっくりしたんですけど、自分で。サブチャンネルに一番最初に投稿した動画が、エピソード4とエピソード5、チャコラジ無印の方から通番になってるので、1、2、3はもうすでにメインチャンネルの方で上がってて、で、続きの4、5をアップロードしたんですけど、そのね、4の方は、サブチャンネル解説のお知らせ。っていうのと、その、まあ、今回のサブチャンネルの趣旨としては、まあ、企画を全部学校の部活動に見立ててるっていう設定があるので、一応ね、その説明とかをバーってしてて、で、まあ、大体短くしたいから10分ぐらいに収めようって思って、結構台本を明確に書いてたんですね。それをまあ読みつつ喋ってたので、割とね、固い印象ではありますね。まあ、とはいえ、比較的気は抜いて喋ってるんですが、で、まぁ、ちょっと自分的にも聞き返してて、あ、なんかちょっと堅苦しい印象だなと思ってたんですけど、そのすぐ後の、エピソード5を聞いたんですよ。エピソード5っていうのは、もう、がっつり、サブチャンネル初めてのシリーズ企画のパート1っていう形で、まぁ、部活動のタイトルとしては演劇部って名前がついてるんですけど、それの、まぁ、チュートリアル会っていう風で、なんでこの部活って、の名前にしたのか、で、そこで何をするのかみたいな、企画趣旨をバーって喋ってる回なんですけど、それはね、割と、なんて言うんだろう、こう、台本の作りが自分の思考に合ってたというか、あんまり作り込みすぎずに喋れたので、すごい楽しそうですよね。さっきのエピソード4と全然ちゃうやんけ、と思って、エピソード4はすごいなんか、ちょっとね、かしこまった感じがしてるんですけど、もう明らかになんか喋りのトーンが暗くはないんですけど、ちょっと真面目なんですよね。なんだけど、エピソード5の方はもうなんかね、なんかこう、自分でも素に近いなっていうのがめちゃくちゃわかるし、ちゃんと楽しいところを抽出して喋ってるなっていうのが自分でもわかった。で、50何分かあるんですけど、初回なのにね。初回なのにそんな時間あるんですけど、もう1時間、ずーっとその楽しいテンションを貫き通してたので、これはいいなと思って。その一番最初の回がこうガチガチだったらちょっときついと思うんですけど、いや、自分なりにもめちゃくちゃワクワクしながら喋ってんのが、聞き返してる自分でもわかるっていうのは、割といい感じに収録できてたんだなって思いましたね。やっぱ聞き返すの面白いですね、自分の、音、音源とかね。昔はね、割と自分の投稿した動画をかなり見返してたんですよ。それこそ、もう、一桁台、一人目から十人目ぐらいの時は、まあ動画を改良しなきゃいけなかったのが一番でかいんですけど、その悪いとこ探しを自分でずっとしてて、あ、この字幕いらないなとか、画面暗すぎるなとか、この字幕見にくいとか、そういうのをチェックするために、一人のゲスト回につき、ほんと20回30回ってマジで見てたんですけど、よく見れたもんだなって今は思うんですけどね。でも最近そこまでなんか何十回も見返すことができてなくて、むしろ次のゲストの好きなものの勉強をするのに結構必死なので、だから自分の収録をね、がっつりこうなんかふわーっとした感じで通しで聞くのがあんまりなかったんですけど、その中でも楽しんで聞けたので、ちょっと今回のサブちゃんの企画の方は個人的にはなんか楽しい感じに仕上がってるかなって思いますね。はい。で、まあこのサブチャンネルの構想っていうのがね、いつ頃からやってたかなっ
ていうことなんですけど、チャコラジ無印、このラジオの、その、初回だったかな？エピソード1ぐらいでもしかしたら喋ってたかもしれないですけど、私、去年の秋頃に、もう完全になんか、本当に自分のためだけに、ウェブラジオをやる練習をしてたんですよ。誰も聞いてないんですけど、7週間ぐらい連続で、ちゃんと毎週、約30分から、45分ぐらいのフリートークを収録して、で本当に公開する、概要欄とかもしっかり作って公開するっていうループを、それを繰り返してた時期があって、でもうその時はね、そのラジオの形式で続けていくつもりだったので、なんか次喋りたいラジオのネタをすごいメモ帳に打ってたんですよ。で日頃から台本とかも、iOS の標準のメモ帳にめちゃくちゃ打ってる人なんですけど、で次ラジオで喋りたいネタっていうのがめちゃくちゃ溜まってて、でその中からなんか自分がシリーズ化して企画にできるやつないかなって考えてた時に、なんか学校の部活に見立てたらちょっと面白いかもって思って、ちょうど自分のメインチャンネルがね、チャコ先生の教室になってるので、であとなんだろう、そのウェブで公開してるものの、なんかいろんなサービスの名前を学校にある特別教室の名前にしたりしてはいるんですね。ノートだったら図書室で、あとマシュマロのやつがチャコ先生の保健室かなみたいな風にして、なんかいろいろこうそのサービスの役割に見合った特別教室の名前をつけてたんですけど、でもなんかその自分の好き勝手やりたいことって勉強っていうよりは、なんか本当自分の興味あることを突き詰めてやるだけだから、なんかクラブ活動とか部活のイメージがでかいなと思って、でちょうどその部活動っていうのを英語で書いたら、その EX って略すことが、まあ、無理やりにもできるっていうのことが判明して、あもうこれ部活で行くしかねえなって思って、サブちゃんのサブタイトルをチャコ先生の部活動にして、まあチャコラジ EX として配信しようっていう風に、2月ぐらいかな、2月の初めぐらいかな、本当に決めました。でそっから急ピッチでも、いいや、チャンネル、サブチャンネル開設すると決めようと思って、ブワーってどんな部活動あるかなとか、どんな企画出せそうかなっていうのを考えてましたね。まああとはその本ちゃんのチャコラジ無印の方のお便りコーナーにね、寄せられたティックさんからね、チャコ先生の宿題コーナーの方にこれやってこれやってっていうのがわーって来たんですけど、その中に例えばその買ったことない知らない調味料を使ってレシピ検索しないで創作料理を作るっていうのがあるんですけど、で未だにまだそれやってないんですけど、その宿題ね。でそういうのをもし消化するとしたら、例えば何だろう、何部、料理部とか、まあ、料理部がある部活ってないかもしれないんですけど、家庭科部とか、まあ、そういうタイトルにして、その、なんか、この世のものとは思えない飯になってしまうかもしれないんですけど、まあ、そういうのを作る、ひたすらその料理のジュージュー言う音がするとか、お皿がカチャカチャ鳴る音がしてるみたいなラジオがあっても面白いんじゃないかなと思って、まあ、基本ラジオをメインにやりたいのでね、動画をつけるかどうかはちょっとまだわからないんですけど、 YouTube の配信のやつだけ動画になって、Spotify とか Podcast のところは音声だけっていう風にするかもしれないんですけど、なんかそういう風にこうもらった宿題のジャンルに合った部活動を一つ一つ設定したら、なんかいろんな部活に発展できるんじゃないかなって思って今考えてるんですけど、でこれも構想中の一つなんですけどね。その宿題のね、リストの中に、なんかポケモンの鳴き声を聞いただけで当てるみたいな、そういうのを習得する、できるようになるっていうのが一個あるんですけど、それは、例えば何部になるのかなって思うと、生物部いいんじゃないかなって思うんですよ。ポケモンを生物に見立てて、その、要はなんか鳥の鳴き声聞いただけで、これ何鳥って言い当てられるみたいな。そういうのと似てるなって思って、だから生物部って目打ってそういう企画にチャレンジしたら成り立つじゃないですか。だからでその企画を見た全然違うリスナーが、あ生物部こういうのやるんだ、じゃあこういう企画も面白そうじゃないって言って、違う企画が提案されたら
またいつかね、そういう、また別の企画としてやったりできるのかなって思ったりしたので、なんかその、なんていうんですかね。もうまさにさ、本当になんか好き勝手できる場所っていうのが、本当欲しかったんですよね、一人でラジオ練習してる時から。だから、そのサブチャンネルは別に本当サブなんで、息抜きでやるだけなんですけど、でも自分が、好きなこと、メインチャンネルの方は、そのゲストが好きなものをメインにしてるんで、なんかあんまり自分のことばっかりはできないなって、最近は思ってるんですけど、だから、その全然関係ないところで、サブチャンネルで、しかもラジオで。ラジオってだから、制作コストが本当低いんですよね。もう音取るだけでいいので、絵を作んなくていいし、字幕も入れなくていいし、表示してる画像はもうずっと同じ画像を出そうって思ってるんで、もうそれでいいやって思って。そしたらバンバン出せるじゃないですか。で、別にみんな聞いてほしいなんて全く思ってないし、好きな人だけ、この茶番に付き合える、寛容な人だけついてきたらいいやと思って出してるんで。そういうなんかノリがわかる人だけに聞いてもらえるコンテンツも、私としては結構貴重だなって思ってるんですよね。なので、まあまだ解説したばかりなんですけど、すごく楽しい感じではあります。はい。で、まあなんか、今回の演劇部の話にちょっと戻るんですけど、で、今回一番最初ね、演劇部ってやつで、声優検定目指すっていうのを考えてた時に、受験費用をどうやって賄うかっていうのを考えてたんですよ。で、私はもうなかなか頭が固いもんですから、もう普通にリスナーから間髪どうかって思ってたら、ただそれだけじゃつまんないよって、よく見てくださってる視聴者さんのね、一人に言われて、罰金にしなよって言われて、罰金と思って、ただでさえ金ないのにと思ってさで、私としてはさ、それは罰金をすべて受験費用に当てればいいんですけど、でも毎回例えばもう2000円3000円とか1万円とかさ、毎回投稿するたんびに罰金してたんじゃたまんないじゃないですか。だから私側が罰金を阻止するようなシステムを作ればいいんじゃないのかなと思って、罰金制度を考えたんですよ。自分が噛んだら、噛み噛みポイントが貯まるんですけど、そのレートをね、最終的な金額を決めるレートをリスナーさんが操作できる要素を、入れた方がいいんじゃないかなっていうのは完全にオリジナルで考えました。罰金額の公式っていうのがね、私が噛んだ回数、カミカミポイント、かける、動画投稿しましたよっていうツイートのリツイート数、かける、その動画投稿した時にね、私がアンケート機能を使って、ちょっと4択までのクイズを作ろうと思ってるんですよ、毎回ね。で、そのクイズの正答率を掛け算したものが罰金額になります。ちょっとそれはね、詳しくは演劇部会のゼロの回のエピソード聞いてもらえればと思うんですけど、そういう要素を入れた方が、リスナーがクイズに間違えば間違うほど罰金額減るから私は嬉しいし、で、リスナーとしては、いや、茶子先生に罰金させたいって思ったら、当てずっぽでクイズに答えるより、動画見てから、動画内に答えが確実に分かるようなクイズにしていく予定なので、その動画を確実に見て、よし、これが答えだっていう風で、ポチって答えを押してもらったら、より私の罰金額が高まるじゃないですか。だから、罰金させたいリスナーバーサス、罰金したくない茶子先生っていう、遊びの中での対立構造を作りたいなって思ってて、そういう風にしてみたんですよ。アンケート機能の使い方ってそういうのもできるんだなって、自分で考えついた時に我ながら明暗ではって思ったんですけど他にもやってる人いるんですかね。全然自分のあれでパッとひらめいて作ったので、もうやられてる方がいたら完全なる二番煎じなんですけど、そういう風でリスナーさんと絡みながら遊びでやるんですけど、でも遊ぶんだったらね、やっぱルールいると思うんですよね。何でもそうじゃないですか。鬼ごっこするって言ってもさ、じゃあエリアはどこからどこまでで、タッチをすぐやり返すのはありなのかなしなのかっていうのを結構明確に決めといた方が白熱するじゃないですか。それと一緒で、
なんかやるっていう時は明確にある程度の枠組み、ルールを作っておいた方が全力で遊べるよねっていうのを、ラジオの中でやりたいなっていう思ってますね。いやー、ちょっとこれ、ほんと楽しいですね。別に本当に聞いてくれる人がいるか否かとかそういう話じゃなくて、自分がやっぱ楽しいっていう感覚が、なんか、一番最初に YouTube やり始めてた時の自分のメンタルを思い出しますね。一番最初私、今みたいなゲスト形式じゃなくて、完全になんか自分の好きなものを語る、動画を出してて、で、それをなんか授業形式でやってたんですよ。ある時は普通に板書するし、ある時はなんかもうほんとほぼ黒板アートみたいな、黒板アートのまがいものね。めっちゃクオリティ低いやつ版みたいな風なのを出してたんですよ。それももう多分何十本か出したんですけど、で、未だに見てもらってはいるみたいなんですが、その時のなんかワクワク感には似てますね。でもあれはね、あまりにも制作コストが高すぎた。よく毎週出してたなって思うんですよ。信じらんねえなと思って。その時の方が今よりもうちょっとハードなバイトしてたので、全然自由時間なかったんですけど、なんかよくやってたなぁと思ったりはしますね。まあ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 、そんな話もありますが。まあだから、その大人げないことをね、して、狂ったように遊ぶ、遊び場としてのサブチャンネル、まあ今週解説したので、もうなんか本当に血迷った人だけ見ればいいなと思ってるんで。だからお知らせするほどでもないよなって自分の中で思ってたりはするんですが、まあでも作ったんだから、まあ一応お知らせはしとく方がいいのかなと思って、どっちでもいいなって思ってますけどね。でもなんかその聞いてくれる人がもしいたら、その中でなんだろう、メッセージもらったり、その意見もらったりして、こうした方が面白いんじゃないかみたいな、茶化し合いみたいなのがあったらおもろいなとは思ってますけどね。ということで、そのサブチャンネルの方はね、動画不定期なので、あんまり供給量多くないと思いますが、結構ジャンルバラバラで、神羅万象やる感じでいきたいと思っておりますので、なんか、こんなのもやってみたらいかがですかとか、そういうのあったらぜひね、コメントとか、ハッシュタグチャコラジをつけていただいたりとか、お便りフォームとか、メールアドレスからとか、もう何でも送っていただいたら結構ですので、全部読みますので、はい、ご意見くださると幸いです。はい、というわけで今週はチャコラジ無印バージョンのラジオをやらせていただきました。来週はちゃんとゲスト会仕上がると思いますので、ちょっとね、今週ね、ワクチンの3回目もあるんで、めっちゃ怖いんですよね。副反応どうせ出るから、ちょっと編集がまあ間に合わせたいですね。ちょっとその日の動けなさを計算して、ちょっと前もって若干前倒しで今もやってはいるんですが、完成するように頑張ります。はい、というわけで来週お見逃しなく。それでは最後までお聞きいただいてありがとうございました。じゃあまた次のエピソードでお会いしましょう。さよなら、バイバーイ。